こんにちは、ひなです。今日は2018年の12月の27日ということで、いよいよね、27日大詰めになってきておりますけれども、今日、明日、明後日ぐらいからちょっと急に寒くなる、冷え込むということを言われていますので、また雪が、こっちはあまり雪降らないんでね、大丈夫だと思うんですけれども、残り4日ですかね、もうあっという間に来てしまいそうな感じなんですけれども、ちょっとなんか慌ただしく、気がね、慌ただしくなってきておりますけれども、慌てずに冷静にいきたいなというふうに思います。花の甘酒、ちょっとこちらをね、今最近この甘酒気に入ってストレートで飲んでるんですけど、非常にいいなというところで、いただいておりますけれども、ちょっとこれから配達に回っていきますけれども、年末はやっぱり車が多いなというのをね、ちょっと感じてますけど、結構渋滞が多いということで、やっぱりこう出る人が多いのか、結構いろいろ多いなというのを、今実感しておりますけれども、安全運転でね、行ければいいなというふうに思っております。で、今日 のメルマガに書いたんですけども、僕自身メルマガの音声通信っていうのを最近出していってるんですけど、それでですね、結局どんどん喋っていくっていうのをしないと、やっぱり少しでも上達したいなっていうのが正直あるので、アドリブ力というのかね、もう詰まってますけれども、そういうのをねつけたいなっていうのが、僕の中にあるんですよね。だからいろんなこう話がね、パブリックスピーキングってやっぱ重要だと思うんですよね。その話す力っていうのを僕自身全然ないので、だからちょっとでもこうパブリックスピーキングの力をねつけたいなっていうのがありまして、もうそのためには練習しかないというか、喋っていくしかない、実践しかないんですよね。で、どんなにこう話し方の本を読んでもやらないと到達しないわけですよね。だからもう実践しかないなということで、普段あんまりこう喋ることないですから、こういう隙間時間を使って自分の好き勝手を喋るということで、そういう練習というかね、喋ることを続けていこうかなということで、今隙間時間でやってるんですけれども、メルマガの音声通信っていうのをしてまして、してるというか、今ちょっとね始めたりして、毎日はできないと思うんですけど、メルマガで書いた文章を音声でやると。で、そのまま一字一句同じ読み方してても全く面白くないので、その内容をベースにして、そこからこう自分でね、台本はなしというか、アドリブを加えて お伝えできればなと。そうすると、その内容をもうちょっと深みを持たせたり、その背景をね言えたり、お伝えできたり、ちょっとやっぱりこう深みが出るというのか、また音声で聞くと違う感覚で聞いていただけるかなというふうに思いまして、一時期やってたんですけども、途中で、プツッと切れてしまいまして、で、また最近ここ5日連続ぐらいちょっと撮ってるんですけど、それも、一つはやっぱり自分のこう話す場を設けてっていうことでね、あるんですよね。だから YouTube とかでもそのライブ配信にしてる方がいらっしゃって、そういうの見てると、そういうのもいいのかなというふうには思うんですけれども、毎日こうライブ配信したりで、その視聴者の人とやり取りをして、コメントがこう入って、それに対して答えていったりっていうことで、そういうのも面白いなと思うんですよね。ポッドキャストとか、ツイキャス、そういうのがありますよね。ご覧になっている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、YouTube のライブ配信っていうのもありますから、そういうのでもいいでしょうし、そういうので
話す機会をどんどん作っていければいいかなというふうに思ってます。ちょっとライブ配信はねちょっとねまだわからないんですけど、まあそのメルマガの音声配信だったら、まあ、気楽に、ちょっとこうボイスレコーダーがあればね簡単にできますので、そういうので撮っていければいいなというふうに思ってます。まあ、ということで2019年はなるべく音声映像、まあ、それからブログもちょっとやりたいなというのがあるので、そういうのをどんどんね情報発信していければなということを思っております。なるべくお役に立てるような情報をどんどんねお伝えしていければと思ってますので、まあ、ちょっとねそういう話でなってしまいましたけれども、今回は以上になります。ありがとうございます。